ご協力のおかげです。なので今日は H2O サンタの外間さんにご挨拶をお願いします。外間さん、よろしく。皆様こんにちは。一般財団法人 H2O サンタの外間浩二と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は定員408名のこちら阪急梅田ホールより無観客で、こちらの大きな舞台上はクリニクラウンさん4名とマスクをしながら距離を取りながら十分換気を行いながら感染対策をしっかりした上で全国の子どもたちに笑顔を届けるレッドノーズでご一緒させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに H2O サンタの説明を少しさせていただきます。私たち一般財団法人 H2O サンタは H2O リテイリンググループの社会貢献団体になります。子ども支援をテーマに様々な社会課題とその解決に取り組む団体を多くの方にご紹介するという活動を行っております。こちら阪急梅田本店等にございますチャリティーガイドコーナー、こちらではパネルと動画を用いまして、とっても良い活動をされているクリニクラウンさんのようにそんな団体さんなんですけれども、まだ多くの方がご存知でないかなといった団体を皆さんにご紹介して団体の PR と募金集めのお手伝いを行っております。今コロナ禍ですけれども、子ども支援に取り組む団体のコロナ禍での困りごととか何か新しく始めて成功した体験、そんなことを動画にまとめまして5分ほどの、YouTube アップしております。 H2O サンタ YouTube チャンネル、ぜひご覧ください。お願いいたします。阪急本店を飛び出しましても、こちら万博公園などでも子ども支援団体と社会貢献団体をつなぐ活動を年間を通じて行っております。こちらクリニクラウンさんもございました。私たち H2O サンタの合言葉は誰もが誰かのサンタになれるです。本日はこちらのイベント視聴していただいている皆様も誰もが誰かのサンタになれるという感じで見ていただければ大変幸せでございます。では本日クリニクラウンさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。外間さん、ありがとう。ではでは、この後キャシー以外にもクリニクラウンが登場するんだけど、それにはちょっと合言葉が必要なんだよね。今からキャシーがほうほうほうって言うから、その後にみんな続けて言ってね。いくよ。ほう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 。いい感じ。じゃあ次はもっと大きな声でいくよ。ほう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 。はあ、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 
より元気よくやってみよう。手を上げて前に出して、せーの、や
そうなんだね。全国というと北は北海道、南は沖縄、しかも日本だけじゃなくて世界中の人々が12時に1分間天の象図をつけて笑顔を送り合うんです。日本全国世界中、そう考えるとなんだかワクワクしてくるね。あ、そうだそうだ、みんなレッドの赤い花の準備はできてますか？持ってないよっていう人は手を挙げてください。いる？いるぞ。ちょっと出てくるね。あれ、あ、そう、持ってないよっていう人は例えばこんなのペットボトルのキャップとか、あとこんなのは赤いシールお家にありますか？そしてあとほら折り紙丸めたり、ね、画用紙丸めたりして作ってもいいかもしれないよね。はい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 、じゃーん、え、何それ？ミニトマト、ミニトマトもいいかもしれない。こんな風に身の回りにある赤くて丸いものを持ってきてくださいね。これは12時へのカウントダウンで使いますよ。まだ食べちゃダメだよ。それブンブン。はい、なんかすごいね、レッドノーズでって感じだよね。そうだね。今年のレッドノーズデイはいつもの100倍みんなに楽しんでもらうために、なんとなんとね、こんなもの作っちゃったんです。よいしょ、じゃ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 ん、じゃおおじゃじゃん、おお、これを握りしめて画面の向こうでたくさんの子たちは見てくれてるのかな。みんな届いてるかな。ねえぐんぐん、もっとクリニクラウンのことたくさんのみんなに紹介したいな。ナイスアイデア。オッケー。実はね、今日はここに来られないクリニクラウンたちが集結しちゃってるんです。ねえマーニー。そうなんです。ではこのマーニーの魔法で登場してもらいましょう。出てこい出てこい出てこい、こーい。あれ、あ、マーニー大丈夫？うん、もう一回もう一回、出てこい出てこい出てこい、こーい。ねえマーニー、会場のみんなに手伝ってもらったら？ナイスアイデア。そうだね、あの画面の前のお友達も今マーニーがやったみたいに人差し指を出してくるくる回しながら出てこい出てこい出てこい、こい。いい？一度練習してみるよ。人差し指を出してくるくる回しながら、せーの、出てこい出てこい出てこい、こい。あ、いいじゃん。じゃあ行くよ、本番だよ。人差し指を出してくるくる回しながら、せーの、出てこい出てこい出てこい、こい。やったやったスタート、スタートしたよ。やだ、うわ、じゃじゃーん。今からいろんなクリニクラウンが来て僕たちの秘密を紹介しちゃうよ。それでは行ってみよう。クリニクラウンは病院クリニックとドン消しクラウンを足した言葉、赤い花のクリニクラウン。僕たちクリニクラウンはね、小児病棟や子供病院に行ってワクワクドキドキする遊びをやっちゃうんだよ。どんな遊びかって、それはね、皿回しにスコップ回しにグリッジなかくれんぼにしたり、あとは入院すると兄弟や友達に会えなかったり、検査したり注射したり、みんな治
療頑張ってるんだよね。だから一瞬でも病気のことを忘れて、ドキドキやワクワクする時間、その子がその子らしくいられる子供時間を届けたいんです。ワクワクドキドキ子供時間。16年間で訪問した病院の数は約3600回。訪問で出会った子どもの人数は約11万人。こんなにもたくさんの子どもたちに子ども時間を届けられたのは、子どもたちのパパやママ、ご家族、ドクター、それから病棟のスタッフさんたち、いつも応援してくれる大勢の人たちの理解と協力のおかげなんだ。みんなありがとう、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 ありがとう。の影響でプレイルームも使用禁止になっていたり、付き添いや面会も一人だけって、いろんな厳しい制限をかけて子どもたちをウイルスから守ってくれてる。クリニックランもなかなか病院には行けなくなっているんだ。でもみんなに会いたい、会いたい。だから YouTube の動画やライブ配信を使って子供たちと遊んだりしてるんだけど、みんな見てる？見てる見てる。それに今は病院だけじゃなくって、児童デイサービスや自宅療養してる子供たちともつながって遊んでるんだよ。ウェブなら感染の心配なく子供時間をお届けすることができるでしょ。クリニクランは子供たちと遊ぶ大好きやねんで。どんな子がいるかな、何が好きかな、みんな一人一人見てんねんで。その子の好きな遊びを探して、うちにすぐに友達になっちゃいます。やったー。見て見て、一緒に踊ったり、一緒にドキドキしたり。どんな時も家族の笑顔は子供にとってとっても大切。もちろんさんの笑顔もね。訪問前と訪問の後には看護師さんたちと一緒に子どもたちの様子を共有したり、遊びの効果やこれからの展望など情報を交換して次回の訪問につなげるんだよ。ワクワクドキドキの出会いがたくさんあるよ。私たちがつけてるこの赤い花、レッドノーズをつけることをノーズオン、クリニクラウンに変身する合言葉。これでみんなのところに遊びに行けるよ。レッドノーズを外すことをノーズオン。やった。キャシーだって子供たちの人権を守る一人の大人として、キャシーだってキャシーだって一人の
大事な合言葉だから覚えておいてね。こんなに厳しい状況の中でもクリニクラウンが子供たちのところに会いに行けてるのは応援してくれてるたくさんの人たちのおかげなんです。みんなありがとう。ありがとう。愛だね。ぐんぐん。マーニー感動しちゃった。どうしたの？なんかみんなで大きな輪ができたような感じがするんだな。大きな輪？嬉しいね。ありがとうだね。ちょっと待ってちょっと待って。大きな輪ってクリニクラウンの輪？うん違うの。子供時間を届けたいっていうみんなの思いの輪。ああ、本当だね。会えなくても手をつなぎたいって思っても手をつなげなくてもぎゅっとできなくても、ああ、思いが一緒ならつながれるんだね。僕たちすごい発見したね。つながるって大事だよね。こんな時だからこそ心がつながるって大事なんだね。つながる？お、ちょっと待って。え？どれも手伝って。せーの。そっか。つながりたいっていう思いがこんなに大きな輪になったのか。本当だね。あ、何？私たち、つながれてない人たちがまだたくさんいるけど、いつでも手を広げて待ってようね。そうだね。つながりたいっていう気持ちがいつでもつながれるように。そうだね。ねえねえ、つながる。いや、これ風船。風船。ねえねえ、君、つながる。それも風船。つながる。マニー。天井、天井ってどういうこと？つながる、ゆかさん、つながる。いや、床はつながれないと思う。つながる、これじゃないよね、きっと。そういうことじゃなくて、あっちは？あっちにみんながいるよ。みんなつながる？つながりたいんだって、つながってくれるの？ありがとう。どうだろう、つながる、つながる、つながる、やったー、すごい、つながる。肝心な私忘れてるよ。あ、ぐんぐん、ね、つながる、もちろん、やったー、やった、つながる、そうだね、待って、でもソーシャルディスタンス、そうだ、近づけないよ。ぐんぐんは誰とつながりたいかな。誰だろう。あっちのクラウン、おい、スミッペー、つながっちゃおう。おい、ぐんぐん、マーニー、あれ？もうすぐつなげるからさ、その後にみんなでやるあの練習を先にしようよ。え、あの練習？練習？練習だって？いいよ、さっきのね。そうだよ、そうだよ。あれか。ねえねえ、みんなさ、ちゃんと踊れてたの？ああ、そっか。なんか画面の向こうのみんなの方がダンス上手かったんじゃないの？そうかも、そうかも。そうか。みんなさ、ちょっとおさらいをしよう。そうだね。まずはじめ、どうだったっけ、右手でこう空を撫でるんだよね。赤花ダンス。そして反対の手でこうだよね。こうだね。その後はぐるぐるだよ。ぐるぐる。ぐるぐるだ。せーの。ぐる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 。反対も。ぐる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 。いいな。そして次は。ウキキウキキだよ。ウキキだ。せーの。ウキキウキキ。ウキキウキキ。いいな。その次はわかる？ポンポン。
片方ずつやって、両方だね。トン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 トピロとポリタンっていうのはクリニクラウンの仲間たちなんだ。今ピロたちはクリニクラウンが病院に訪問しているその病院先の子どもたちとか施設の子どもたちとか、それからクリニクラウンとみんなでウェブで遊ぼうに参加している子どもたちとつながって、うん、このカウントダウンイベントを楽しんでくれてるんだ。やったー。ねえねえ、みんな盛り上がってる。おーい、もうあれ、あれピロちゃん、ポリタン、おーい、こっちは盛り上がって楽しんでますか？聞こえないね。でもきっと盛り上がってるんじゃないかな。すごいたくさんいるよ。フリフリ
カウントダウンするからさ、うん、みんなちゃんと今の覚えといてね。オッケーオッケーオッケー。ねぐんぐん、さっきさピロちゃんたちと練習できなかったあれ練習しなくていいの？本当だ ね会場のみんな大丈夫かな？ねえ、ね、みんな赤くて丸いもの持ってた？持ってる？大丈夫、持ってない人はスタッフのクリニックランからもらってね。うん、みんなあるかな？じゃあ大丈夫だね。この後カウントダウンするときにぐんぐんと一緒にね、5、4、ドキドキするね、2、ちょっと待って、ここで止める？まだ練習だよ、落ち着いて練習だからね、これは練習だから。いくよ、5、4、3、2、1、言ったらノーズ。おドキドキしてきちゃう。ワクワクしてきたな。ほら見てよ、後ろのズームのみんなも待ってるもんね。みんなも本当だ、みんなやったいっぱい見てくれてる。本当だね。ね、私たちもじゃあもうすぐ12時になったら。佐藤さん、どうもありがとう。
ノーズオンの写真は赤花アルバムで募集しています。日本クリニクラウン協会のホームページを見て、あなたの素敵な笑顔をぜひ送ってね。うん、あ、そうだ、さっきの赤花ダンスもお友達が踊ってる動画を送ってくれたんだよ。そうだったね、うん、そうそう、入院中の子供たちも、その子供たちを応援してる子供たちも、昔子供だった元子供たちも動画をたくさん送ってきてくれてるんだ。いや、今回は特別にその動画と一緒に僕たちも一緒に踊っちゃう。ナイスアイディア。よし、みんなで一緒に踊っちゃおう。赤花ダンサーズのみんな、おいで。踊るぞ踊るぞ。OK、 ではミュージックスタート。
レッドノーズで無事終了することができましたけれども、どうでしたか？楽しんでいただけましたでしょうか？やったー。今年はこの1年は本当にコロナ禍で大変でした。自粛ばっかりでしたよね。今日この日が実現するとは僕も思っていませんでした。つい 2,3 日前にですね、デパートでクラスターが発生した。まさかできるはずがないのにね、今日こうやって全国の子どもたち、あるいは関係者の皆さんと一緒にこのレッドノーズ で祝うことができたのはですね、H2O サンタさんのやっぱりもう大きい功績だと思います。こういう決断がね、政治の中でもきっちり行われると、ウィズコロナの時代をね、我々ぼちぼちこれからもウィズコロナの時代に入らないといけないんです。ただコロナを怯えるだけでは何もできません。で、非常に危機の一年でしたけども、今ワクチンもできました。特効薬も今臨床試験が始まってます。だからコロナでもう亡くなるような方はどんどん減っていくと思いますので、ウィズコロナで新しい時代を我々これから歩まないといけない。その出だしになったのが今日のこのイベントだと思いますので、皆さんどうぞよかったと思います。ありがとうございました。あなたからの愛をお待ちしています。